video diary, October the 10th, 2021, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2021年10月10日、林博史です。こんにちは。今まで私が調べた範囲によるとですね、私たちが現在白人種と呼んでいる人種、もともとはコーカソイドといいますか、白人種をですね、そうまとめにしてコーカソイドというわけですけども、そのコーカソイド系の人種はですね、今から8000年ほど前にこの地球で誕生したのだそうです。8000年と言いますとね、遠い遠い昔のように思われるかもしれませんけども、まあ、この宇宙の長いね、時間の流れの中で捉えるとですね、ほんの瞬間ということなんですね。ほんのつい先頃と言ったらいいのかな、まあ、それが8000年という年月なんですよね。で、約って言いますかね、8000年ほど前にいわゆる白人種が生まれたということです。で、場所はですね、黒海とカスピ海の間あたりだということまで分かっていますが、現在そのあたりには何も遺跡らしいものは残っていません。で、その大きな流れを組んでいるのがですね、ヨーロッパに在住のヨーロッパ中心に住んでいるスラブ系の方たちということになるわけです。ですから時々ね、スラブ系の方たちからですね、まあ、コメントが届いてですね、まあ、いろいろと調べてほしいというような、まあ、依頼のメールって言いますかね、コメントをいただくことがあります。ともかくも白人種というのは今からたった8000年前に生まれたということですね。まあ、ちょうど今画面に出ている人たちがですね、そのコーカソイドの流れを組む民族ということになるわけです。まあ、その白人種というのは今 4種類の方をまあ紹介してますけども、まあ、いろんなね、それぞれの地域地方にまあ移り住んでですね、それぞれの地域地方に適応する形で、まあ、このような、まあ、多くてますかね、いろんなその白人種に分解していったということになるわけです。ともかくもたった8000年前なんですよね。で、このコーカソイドの人たち、特にノルディックの人たち、北欧系の人たちはですね、どうやら体内でですね、ビタミン D がですね、合成できないみたいなんですね。アジア人はそれができるわけですけども、そのためにですね、まあ、コーカソイドの人たち、北欧系のコーカソイドの人たちはですね、その不足する栄養物をですね、体内に取り入れるためにですね、どうやら血を飲んでいたみたいですね。ブラッド、血を飲んでいたみたいですね。で、まあ、それが、まあ、ある意味でね、人間の血であったかもしれませんし、あるいは動物の血であったかもしれません。ともかく今からですね、6000年ほど前に牛乳がですね、発明されると同時に、まあ、その白人種の人たちはですね、牛乳を飲むようになったということなんですね。で、まあ、そのいわゆる血を飲む代わりにね、牛乳を飲んだと。で、味香りなどはですね、まあ、ワインで代用すると、まあ、そのように、まあ、大きな流れとして現代に続いているということになります。で、まあ、ちょうどね、その今世界地図を皆さんにご覧いただいていますけども、そのコーカソイド系の人たちはカスピ海と黒海の間あたりで生まれたということになるわけですけども、黒海とカスピ海をまたがるようにして、まあ、ヨーロッパ最高峰の山、すなわちエルブラス山、またの名をシュメール山が位置するということになります。まあ、まさにシュミセンですよね。インド、中国に伝えられたシュミセン山ということになるわけですけれども、シュメール山、すなわち現在のエルブラス山が位置するということです。ですから、まあ、基本的には白人種というのはそのエルブラス山周辺で生まれたということになるわけですよね。まあ、事実、ギリシャ神話においてもですね、あの塩基エア・プロメテウスは、まあ、人間を改造した罪に問われてですね、そのエルブラス山に鎖をで体を巻かれて、まあ、放たれるという刑を受けているわけです。そして和紙にですね、体をついばまれるという刑を受けるわけですけども、それがエルブラス山だということですね。で、今、まあ、大きく分けてね、画面をちょっと小さいですけども、まあ、コーカソイドの人たちとそれから縄文人、アジア人というのを、まあ、対比並べて考え
させてって言いますかね、まあ、民族の流れというものを説明しているところです。この動画はですね、3700号の7号の方で、まあ、紹介していますので、どうかまた興味のある方はご覧になってください。今朝はですね、一番に The Witches 魔女がいっぱいという映画をテーマにしてですね、魔女についての動画を一本制作させていただきました。アナ・ハスウェイ、アン・ハスウェイですね、ハスウェイという、まあ、あの主演の、ね、目の大変大きな方なんですけども、まあ、明らかにアジア人種とは異質の顔をなさっておられるわけですけども、その、まあ、その方がですね、魔女に扮して、まあまあ、その映画を、まあ、作られたわけですよね。それが、まあ、今日のテーマとして、まあ、その動画のテーマとして取り上げさせられ、取り上げさせていただきました。で、そのどこが気になったかというとですね、あのいわゆる魔女の特徴ということでね、いくつかその特徴を、まあ、その挙げているわけですけど、もちろんその、原作はですね、あのその作家によるものですけども、その原作の中でそれが紹介されているわけですけども、その中で一つ気になったのはですね、その魔女はですね、足の指がなかったというふうに書いてあるところがあるんですよね。でそれがピッと引っかかりましてね、え、足がないのって感じで、ね、足の指がですね、ないってことなんですね。そして指は3本で髪の毛はなくて、まあ、みんなカツラをかぶってるんだっていうことを、まあまあ、そのような、そのような魔女の、ね、特徴として7つ挙げられているわけです。その動画はですね、この後につなげておきますから、また興味のある方はご覧になってください。まあ、そうして魔女の話が進んでいるわけですけども、どうしてその足の指がないっていうことで気になったかというとですね、あのミケランジェロが彫刻した最も有名な、まあ、サンピエトロのね、いわゆるピエタ像ですよね。あのピエタ像のマリアの足というのはね、は大変、まあ、ちょっとこう普通でないんですよね。まあ、あのピエタ像、また皆さんもしっかりと見ていただきたいと思うんですけども、異様に幅が小さく、また全体に小さいんですよね。そしてよく見ると指があるようでないようで、ないようであるといいますかね、ボコボコとコブのようにはなってますけども、指という形では表現されていないわけですよね。ミケランジェロのピエタ像というのは、その抱かれているシャマーシュエスにしてもですね、それを抱いているベタニアのマリアにしてもですね、大変大変もう精緻に精緻に彫刻してあるんですけども、どういうわけか、あのマリアの足と言われている部分はですね、何かしらのこう靴下を履いているような感じでボコモコとして表現されているわけです。そして手の大きさと比べてもですね、異様に、まあ、半分よりはあるのかなと思うんですけども、よりも小さいという感じです。でちょっとね、先ほど調べてみたんですけどもね、靴下の歴史っていうのを調べてみたんですよ。というのは、そのピエタ像のね、マリアは靴下、ストッキングのようなものを履いているのかなと思ったわけですけども、当時の、まあ、いわゆる靴下、ソックスというのはですね、革とかね、まあ、そういうものでできたものがいわゆる靴下であったようですね。まあ、全然その現在のね、私たちが靴下と言いますとね、いわゆるニットでね、まあ、作ったニットって言いますか、編み物で、ね、編んで作ったような、まあ、私たちが履いている靴下とは違ってですね、まあ、かなりごっついものであったということですよね。まあ、そういうですから、まあ、一応確かめてみましたけども、まあ、私たちが現在履いているようなね、まあ、ニット製のいわゆるその靴下というのは、まあ、極めて近年になってからできたものだということですね。要するに機械織りができるようになってからできたものだということですよね。ですから、まあ、その何百年と言わなくてもですね、まあ、当時、まあ、靴下といいますかね、防寒用の靴下的なものはあったわけですけども、それはもう今の靴下とは全く違ったものだということです。つまりピエタ像の、ね、中に表現されているマリアの足に表現されているあの足はですね、靴下を履いているように見えますけども、靴下ではないということですね。まあ、そうしたこともですね、今日3700号の1号の方で、まあ、検証しさせていただきました。ともかくもですね、あのそのまま撮るとですね、あのピエタ像のマリアは魔女ということになるわけです。でおかしいわけですよね。ピエタ像のマリアはベタニアのマリアすなわちシャマーシュエスの妻ということになりますからね。まあ、結論ここで、まあ、先に言っておいた方がいいのかな。要するにベタニアのマリアはですね、イナンナマリアに呪いをかけられて、いわゆる、まあ、魔女の足にさせられてしまったということですね。そういう、そのように理解すると話が全部ってますかね、すっきりとあのついつまが合っていくということになります。そのことをね、頭に入れておいてね、まあ、今日
もしよろしかったらね、今ご覧いただいているのは3700号の7号です。今日はこの動画を最後にね、仕事を終えようかななんて考えてますけども、その3700号の7号の方でね、白人種はいつどのようにして生まれたかということを、検証しているところです。そういう動画だということですね。で、今朝一番にアン・ハサウェイの、その The Witches、 魔女がいっぱいという映画についての動画は3700号の1号の方で紹介させていただきました。紹介というもので発表させていただきました。ですからその動画をですね、この後につなげておきますから、またよろしかったらご覧になってください。ともかく、白人種というのは、いわゆる極めて近年にこの地球上に現れたということです。今ここでね、大変おバカなことをこれからしますけども、実験的にしているわけです。というのは、私たちのいわゆる肉体的な美のその基準はですね、今やっぱりこのコーカサス、ノルディックのね、いわゆる白人種にあるわけですね。ですから、私たちはですね、できるだけ白人種に近いような顔立ちになることが、いわゆる美人、美男子の条件にもなっているようなところがあるわけです。ですから私がね、簡単に整形の仕方を、皆さんに披露しているところです。眉毛にね、セロテープをくっつけて目を大きくすればいいんでしょうって形で、こうすればどうですかっていうふうに皆さんにご覧いただいてます。これは私の昔、教室でね、幼児たちにいろいろ教えているときに、これをね、よくしてみせたもんですから、これ得意芸の一つなんですけどもね、セロテープで目を大きく開けて、どうですか、可愛くなりましたか、素敵になりましたかって言って、子供たちに言うと、子供たちがゲラ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 笑って喜びましたけどね。そして鼻も低いし、私は鼻の穴が大きいから、これもセロテープで簡単に直すことができるんですよって言ってね、それで子供たちに教えてあげたんですよ。どうすればいいかというとですね、これで目がね、上グッと引っ張ってますから、多少目が大きくなったんですよね。わかりますか？そして鼻も、鼻の穴が大きくて鼻が低いから、じゃあどうするか言いましたら、セロテープでね、こうして貼ればいいわけですよ。そうすればこれで簡単な整形が終わったわけですね。これでかなりノルディック、ね、北欧のですね、の人たちに顔が似てきたですね。かなりかっこよくなりましたね。で、こうしてやればお目目ばっちり、鼻高い、白人種が誕生というわけです。こんなね、おバカなことしますと、皆さんの中には、なんておバカなことをしてるんだっていうふうに思われる方も多いと思いますけども、基本的には変わらないんですよね。私はやっぱり古い世代の人間なもんですから、やっぱりある程度抵抗があるわけですよね。いわゆる、なんて言いますかね、はっきり言えばですね、民族的な劣等性をですね、このような形で、自ら、認めてしまうということになるんじゃないのかなって、そこまで言うのは考えすぎかもしれませんけども、しかしね、ファッションだとか、衣服だとか、そういうものとは違いましてね、自分の肉体に、をいじるということですから、もちろん整形そのものをですね、否定するわけじゃありません。それが必要な人もいらっしゃいますしね、交通事故なんかでね、っていうような方もいらっしゃいますので、そういう方たちにとっては整形というのは医学的に確立された一つの治療法ということになるわけですけども、しかし、なんて言いますかね、その美の基準をですね、つまりそのどっかの国の人たちにおいてですね、その人たちにできるだけ似せることが、またそのように見せることが、美のいわゆる基準であるという考え方はですね、私はやっぱり古い世代の人間なもんですから、ちょっとついていけないところがあるわけですけどもね。現に目をね、実際に今から15、6年前に、ね、大きく問題になったんですけども、目をね、大きくしすぎたこともある、大きくしすぎたためにですね、夜ね、眠っていても目が開いたままになってしまうと、で、その眼球を痛める原因にもなっているんだということがね、問題になったことがありますけども、そういうことも、起きているわけですからね。同時にそれよりもやっぱりこう精神的、心理的な問題としてですね、つまり、美の基準、なわち私たちの持っている審美観ですよね、美を判断するその基準というものがですね、日本人から離れてしまって、要するに欧米人の方に置いてしまうというのはですね、私たちに、ある意味でね、ある意味で、考え方によってはですよ、そこまで考える人はいないかもしれませんけども、どこかに、なんて言いますかね、民族的な屈辱感を覚えるというような、私はやっぱり古い人間ですよね。逆にですよ、デンマークの人だとかね、ノルウェー、スウェーデンの人がですね、例えばですよ、男はね、
僕は林浩のような顔になりたいって言ってですね、逆にね、私の顔に似せて彼らが自分の顔を整形するってことがですね、互いに 50-50 でなされるんであればですね、それはそれで、まあ、ある意味でね、平等的な民族観ってことになる、民族的ないわゆる神秘観ってことになるわけですけども、今のところね、一方的になんて言いますか、あのアジア人側にいる私たちがですね、欧米人に近づくことがですね、いわゆる、まあ、美の基準になっているというのはですね、ある意味でね、悲しむべきことだではないのかなと思いますね。またそれをすることについてね、何もそこに、その向こうにですね、まあ、どこか、いわゆる、まあ、はっきり言えばね、まあ、どこかおバカなことをしているなという意識が、まあ、ないわけですよね、まあ、今ね。逆に私が今、セロテープでね、自分の顔をですね、整形して見せるとですね、皆さんの中には、なんてバカなことをしているんだというふうに思われる方も多いと思いますけれども、基本的にはそんなに変わらないんですよね。セロテープかね、あるいは手術用の糸なのかってことだけの違いでしてね。ですから、極端な言い方をするとですね、目を大きくしたいと思いましたらね、細いセクセロテープを何本か持っていて、それでまぶたに貼り付けて上へ引き上げれば、それで目は大きくなりますからね、まあ、それでも代用できるんじゃないかってことですよね。はい、まあ、そういうことなんですよね。まあ、ちょっとそれ以上の話はちょっと際どい話になりますから、ここで止めておきますけれども、要するに今から8000年前に、まあ、コーカソイドと言われている民族が生まれてですね、そしてそれが黒海とそのカスピ海の間あたりでどうやら生まれたらしくてですね、全世界へ散っていったと。で、まあ、白人種というのは優勢遺伝しますから、例えばアジア人との間に、ね、子供が生まれますと、まあ、そのほとんどはですね、白人種に近い性質を受け継いだ子供たちになっていくということになるわけですね。もちろん髪の毛の色とか、ね、目の色なんかについては、そのまた優勢、どちらが優勢かということになって決まってきますけれども、基本的には、まあ、その白人種というのはあっという間に、ね、ヨーロッパ全域に広がってしまったということになるわけです。まあ、というようなことをですね、3700号の7号の方で皆さんに紹介しました。で、アン・ハサウェイのね、その The Witches、 魔女がいっぱいというものに、という映画にね、基づいて、まあ、魔女論というものを展開してみましたけども、その動画はですね、この後につなげておきますから、また興味のある方はどうかご覧になってください。まあ大変ね、はいはい、っていうのは映画ですけどもね、まあよくもはね、あそこまで、まあね、はい、自分の顔をね、魔女的になさって演技ができるもんだなってね、そのなんて言いますかね、その映画力って言いますかね、その奥深さって言いますかね、そこ力強さに、まあそういう動画を作りながらですね、はい、感心しました。ということで、今日のビデオでありはここで終わりますけども、このままその3700の1号をつなげておきます。どうかご覧になってください。魔女の特徴からですね、魔女の足には指がなかったというところからですね、ミケランジェロ・ブラノティの、ね、彫刻したサン・ピエトロのピエタ像のマリアの足とつながっていく。なぜ、サン・ピエトロのマリアの足は魔女の足になっているか、なあち、いわゆるサン・ピエトロのマリアと言われているその人物はベタニアのマリアであって、そしてミナンナ・マリアに呪いをかけられたということですね。その呪いをかけているシーンが実は受胎告知という絵ってことになるわけですね。受胎告知をしている絵ではなくて、受胎告知に見せかけた、つまりはフクロウの魔女のストリックスがイエスの妻のベタニアのマリアに呪いをかけて、ベタニアのマリアの足をですね、いわゆる魔女の足に変えたというシーン、それが受胎告知という絵であるということですね。というかことをですね、頭にどうか置いてですね、まあ、私の動画をご覧になってください。皆さんにも納得していただけると私は確信しています。ということで、今日のビデオダイアリーはこれで終わります。バイ。Roald Dahl, the original author of The Witches, wrote about the seven characteristics of Halloween witches as follows.
魔女がいっぱいの原作者のロワールド・ダールはハロウィン魔女の7つの特徴について次のように書いています。広志林ハイヤシ浜松シティジャパン。1. They always wear gloves. 魔女はいつも手袋をはめている。 2. Real witch will always be wearing gloves when you meet her because she doesn't have fingernails.魔女の指には爪がない。鍵爪がある。 3. They'll be as bold as a boiled egg. 魔女の頭はゆで卵のようで頭がはげている。4. They'll have large nose holes. 魔女の鼻の穴は大きい。 5. Their eyes change color. 魔女の瞳の色は変わる。6. They have no toes. 魔女の足には指がない。 7. They have blue spit. 魔女の唾は青い。以上が魔女の7つの特徴ということになりますが、私はその中でも特に6番目の They have no toes、 つまり魔女には足の指がないという点に注目しました。というのもですね、ミケランジェロ・ブアヌルティが彫刻したと言われているピエタ像のマリアの足とですね、左の映画 The Witches の中で表現されている魔女の足が酷似しているからです。皆さん自身の目でしっかりと確認してください。右はピエタ像の中に描かれているマリアの足ということになります。なぜでしょうか。大きな大きな謎が膨らんできます。で、そのペーター像のマリアの足についての謎、またその謎を解いた動画はこの後につなげておきます。なぜペーター像の中のマリアの足は、つまりは魔女の足なのかということですよね。では続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now. Strix, as well as Lamia, is a vampiric witch from Greek and Roman folklore. Its favorite victims are infants and small children, but it is also known to attack lone travelers who venture too far into the wilderness.
Raffaello Santio painted Maria as Shrix together with Leonardo da Vinci in his painting The Annunciation. ラミアと並んでストリックスもまたギリシャおよびローマの民話の中ではヴァンパイア的な魔女でした。特に幼児や子供を好んで食べていましたが、時に荒野を一人で旅する孤独な人を襲って食べたとも言われています。ダヴィンチは受胎告知の中でマリアはそのストリックスであったということを表現しましたが、ラファエロ・サンチオもまた自分の絵画の中でマリアはストリックスであったということを表現していました。広瀬やし、浜松市、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、マリアの下にあるものがカーペットなのか台なのかというところです。で、マリアの赤い衣服の垂れ具合からしてですね、これはカーペットであると判断しました。一見すると台のようにも見えますが、カーペットです。そのカーペットの下からは、マリアの三本指の足が覗いています。注意深くご覧ください。このフクロウの置物の下ですね、その下に三本指の足が見えています。レオナルド・ダ・ヴィンチなる1500年後のイエス・キリストの操り芸術家はですね、このような形でマリアは魔女であることを示しました。三本指の足です。by 林博士の発見です。これが足ですね。一見すると四本のようにも見えますが、私は三本指の足と判断しました。下が同じくレオナルド・ダ・ヴィンチが表現した解剖図ですけども、一般にはこれは熊の足と言われていますけども、熊の足ではありません。で、もう一度この絵を見ていただきたいんですけども、この足がこのように出ていると、私はそのように判断しました。まあ、隠し絵、騙し絵の手法ですね。まあ、このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエス・キリストは、マリアは魔女であることを示しました。つまり、マリアは、ストリックスであることを示しました。で、ストリックスというのは、まあ、フクロウということになるわけですね。で、この人もですね、どうも足がおかしいということで、まあ、紹介しましたけども、はっきりしません。で、この中央にいる天使を見ていただきたいんですけども、この手がやはりおかしいんですよね。まあ、このような形で、まあ、中世の絵画の中にはですね、まあ、人間ではないような人間が描かれているということです。で、この受胎告知の絵も例外ではありません。やはり、このカーペットの下からは足が覗いています。そして、この置物に注意してください。この置物も、まあ、奇妙ですよね。ということで、ラファエロの話につなげていきます。ラファエロ・サンチオもまた三本指の、まあ、奇妙な人物を描いています。これがその絵です。この絵の中には三本指の人物が描かれています。ラファエロ・サンチオはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子ということになります。で、そのラファエロ・サンチオの描いたこの部分に絵のこの部分に注意してください。足が描かれています。この足もやはり三本指で、そしてその先に爪があるのがわかります。まあ、ここがですね、今日のポイントですから、注意深くご覧ください。三本指ですね。で、この指について検証してみます。
これがラファエロの書いた三本指の足です。で、先ほど紹介しましたレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中に描かれている三本指の足と比較してみてください。大変よく似ているのがわかります。この絨毯の下、置物の下ですね、ここにその指が描かれています。で、こうして並べてみるとですね、大変よく似ているということになります。それも当然ですよね。ラファエロもレオナルド・ダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、皆1500年後のイエス・キリストの、つまりは操り人形でした。1500年後のイエス・キリストはこうした操り人形芸術家を通して自分の、アイデンティティ並びにアジェンダを私たち人間に示したということになります。下はですね、以前はリリトと言われていましたけども、一般説ではイシュタールに落ち着いています。そのイシュタールもですね、やはり三本指である点に注意してください。魔女中の魔女ということになるわけですね。で、三本指です。で、この三本指と大変よく似ているという点に注意してください。すなわち、このような形で、ラファエロ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチを通して、マリアは魔女であることを示したということになります。左が、イナンナ・イシュタールということになります。右が、受胎告知の絵ですね。このような形で、1500年後のイエスは、自分の姿勢を鮮明に、私たち人間に示したということになります。で、この置物に注意していただきたいんですけども、フクロウのようですね。そして左の絵に注意してください。これはフクロウでも耳がありません。耳のないフクロウです。耳のないフクロウ、すなわちストリックスということになります。ローマ時代には、魔女の、いわゆる象徴的な動物として表現されていました。耳房のないフクロウ、つまりストリックスということになります。そのフクロウ、ストリックスと置物は酷似しています。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれている、人物はですね、ストリックスであることを示しました。そのストリックスについて簡単におさらいしておきたいと思います。先ほども言いましたように、ヴァンパイアなんですね。特に、子供や幼児を好んで食べたということです。ストリックスとラミアは二大化け物のことであり、魔女を意味すると。そして、ストリックスはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子供を好むと。また荒野に入り込んだ孤独な旅人を好んで食べたとあります。シカゴユニバーシティのホームページです。で、ここが重要ですけども、ダ・ヴィンチは1たす1の手法でこの2人を合わせてストリックスであることを示しています。この赤い丸で囲んだ部分ですね。これは猛禽類の翼です。そして右下に3本指の足が描かれています。1たす1は1。1ですね。つまりこの2人を通してマリアはストリックスであることを示しました。岩窟の聖母の中ではですね、1たす1を通してラミアであることを示しました。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの画家を通してですね、1500年後のイエスは、マリアはストリックスであり、ラミアであることを示したということになります。今日はその、ラミア説については、割愛させていただきます。ともかくも、受胎告知の中で、二人合わせて一人の、魔女、すなわち、ストリックスであることを示したということになります。では、この足の人物は誰かということになります。これも、この、人物も、果たしてということになりますけども、ラファエロはその証拠をこの絵の中に残しました。この足の人物は、この左から二人目の人物の足ということになります。左右の人には
2本ずつ足があります。つまりこの赤枠で囲った人の足ということになります。ここが今日の結論部分ということになりますから注意深くご覧ください。この3本指の足の人物は、この人物の足ということになります。そしてこの手を見てください。マラヌスの手です。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついています。中指と薬指がくっついています。同じ手をミケランジェロなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスはピエタ像の中で表現しています。このマリアの手に注意してください。マリアの手に注意してください。左右反転してみました。やはり中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。マラノの手です。つまり、左のピエタ像のこの手は、マリアの手ですから、右のラファエロの描いたこの人物も、マリアということになるのです。この人物は、マリアということになります。つまり、ラファエロも、まあ、ラファエロというよりもですね、1500年後のイエス・キリストは、ラファエロという画家を通して、まあ、この人物が、マリアであることを示しました。もともと、それら芸術家の上に立つ1500年後のイエス・キリストの作品ですから、このようにアジェンダが一致していたとしても、何らおかしくないということになります。もう一度、以前作りました動画を皆さんに確認のためにご覧いただきます。これは997号で発表した動画です。ここにある置物は何かということですね。まあ、一見すると、まあ、フクロウのように見えますが、よく見ると、やはりフクロウのように見えます。まあ、フクロウなんですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれているのはフクロウなんだよということを示しました。そしてその置物の下にですね、3本指の足が覗いています。フクロウと魔女とは大変仲が良かったようですね。ハリーポッターの中でもフクロウがあちこちに出てきます。ともかくもフクロウですよね。で、左のこの、まあ、いわゆる天使と言われている人の背中を見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類の翼です。まあ、いわゆるまあ、肉食性の動物、まあ、鳥のですね、翼ということになります。その代表格が言うまでもなく、フクロウということになります。翼をしっかりと見てください。フクロウですね。まあ、猛禽類の中でも、フクロウの羽そのものであるということです。つまり、まあ、ここでも一つの隠し絵ということになるわけですけども、ここに描かれているのは、ストリックスであることを示しています。で、ローマ人はフクロウをストリックスと呼んだ。魔女を意味したということです。そして相手をじーっと凝視する目を持つ目の女神としても知られていました。ですからこの左の天使の目は相手をじーっと睨んでますね。じーっと睨んでいる点に注意してください。つまり、受胎告知の中に描かれている人物は1たす1イコール1の原則で、つまり、ストリックスであることを示していました。The Effigy Gallery's official website writes about the angel in the middle of Leonardo's painting, The Annunciation, as follows.Archangel Gabriel kneels before the Virgin, proffering a lily. The Virgin responds from a dignified seat behind a lectern at which she was reading. The traditional religious theme has been set by Leonardo in an earthly natural setting. However,My interpretation of this painting is completely different. The person in the center is not the
Archangel Gabriel, but the owl which Strix and I, Hiroshi Hayashi, judge that the Strix witch cursing Mary of Bethany, who is already pregnant, or Mary of Bethany, wife of Shamash Jesus.ダヴィンチの書いた受胎告知の中央に書かれている天使についてフィジギャラリーの公式サイトは次のように説明しています。ここに書かれているのは聖母に百合の花を献上している大天使のガブリエルである。聖母は読書台の後ろにある威厳ある椅子からそれに応えている。ダヴィンチは受胎告知という伝統的なテーマをごく自然な形で表現していると。が、私のこの絵の解釈は全く違ったものです。中央の人物は大天使のガブリエルではなくフクロウの魔女ストリックスであり、この絵は右の身重になったベタニアのマリア、つまりシャマーシュイエスの妻に悪魔の呪い、悪魔の呪いをかけているところと私は判断しています。広志林、ハメメシティ、ジャパン。ローマ時代に最も恐れられた魔女、それがフクロウの姿をしたストリックスです。このストリックスの特徴は餌となる人間をじっと凝視して、一般には死の呪いをかけて相手を殺して、そして食べる、あるいは食べたと言われています。あくまでも神話上の魔女ということになりますが、これがストリックスです。そのストリックスをレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、受胎告知の絵の中央に描いていました。次に、あのウォルト・ディズニーはですね、このダ・ヴィンチの書いた受胎告知の中央向こうに書かれている山と全く同じ山をウォルト・ディズニーの代表作ファンタジアの中で流用し、それを悪魔の山としました。なぜウォルト・ディズニーがそんなことを知っていたかということについては大きな大きな謎が残りますが、ともかくも事実としてウォルト・ディズニーはですね、ダ・ヴィンチの受胎告知の中央向こうに書かれている山と全く同じ山を自分の短編映画のファンタジアの中に流用し、それを悪魔の山としていたということです。その動画をこれから紹介しますので、まずそれをご覧になってください。According to the official website of Walt Disney Production, it writes that Bald Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the black god himself. The Bald Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia.What it writes here is, however, a lie, since there is no mountain in Mount Triglav, Slovenia, and mountain,
which resembles the Bald Mountain in Fantasia? Why and why? ウォルト・ディズニー・プロダクションの公式ホームページによれば、ディズニーの代表作であるファンタジアの中に出てくるボールド・マウンテンはスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっています。そこは黒い神のみならず超自然が住むところだそうです。ボールド・マウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれています。しかし、トリグラフ山のどこを探しても、ボールド・マウンテンと同じあるいはそれに似たような山はありません。ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。が問題は、なぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これはウォルト・ディズニーにとっても、その向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり、嘘を書いてまで隠さねばならない重大な秘密がそこにあるからです。広し林、浜松市、ジャパン。広し林's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island, Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo-daro and Mekakaba. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not? I just wonder.一本の直線が作る不思議な位置関係を、それを様々な方向から検証し、それが偶然ではありえないことを証明しながら、つまり自然によってできたものでないことを証明しながら、それらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林浩司のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのはイースター島から始まり、西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私林浩司はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら偶然ではないと証明していくのが私林浩司のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。According to the official website of Walt Disney Production, it writes that Bald Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the black god himself. The Bald Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia.
What it writes here is, however, a lie, since there is no mountain in Mount Triglav, Slovenia, a mountain which resembles the bald mountain in Fantasia. Why and why?ウォルト・ディズニー・プロダクションの公式ホームページによれば、ディズニーの代表作であるファンタジアの中に出てくるボールド・マウンテンはスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっています。そこは黒い神のみならず超自然が住むところだそうです。ボールド・マウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれています。しかし、トリグラフ山のどこを探しても、ボールドマウンテンと同じ、あるいはそれに似たような山はありません。ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。が問題は、なぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これはウォルト・ディズニーにとっても、その向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり、嘘を書いてまで隠さねばならない重大な秘密がそこにあるからです。広し林、浜松ディ、ジャパン。It is very strange to know that Walt Disney drew the same Devil's Mountain in his work, Fantasia, the same mountain as a mountain in the Annunciation, painted by Jesus Christ after 1500 years under the puppet name of Leonardo da Vinci. Both are the same Devil's Mountains about which only I, Hiroshi Hayashi, know.This indicates two alternative possibilities. One is that Walt copied the mountain in the Annunciation, or another one is that both mountains were painted by the same artist, or Jesus Christ after 1500 years and after 2000 years. Walt Disney は代表作ファンタジアの中で1500年後のイエスが書いた受胎告知の中に出てくる山と同じ山を書いています。ダヴィンチなる操り人形が書いたのではありません。1500年後のイエスです。共に悪魔の山です。受胎告知の山が悪魔の山であることを発見し、それを知っているのは私、林博士だけです。ここが重要です。ウォルト・ディズニーはファンタジアの中で悪魔の山を描きました。悪魔の山です。一方、1500年後のイエスは受胎告知の中で同じく悪魔の山を描きました。その中に表現されているマリアとガブリエルなる天使は1たす1イコール1の魔女です。その証明は別のところで私、林博士がしましたが、その受胎告知の中に出てくる山はウォルト・ディズニーの書いた山と一致します。左右反転はしてありますが、一致します。つまり、ウォルト・ディズニーは、受胎告知の中に書いている山が、悪魔の山であることを知っていたことになります。が、そのこと、つまり、受胎告知の中に書かれている山が、悪魔の山であることを発見したのは、私、林博士であって、私がそれを発見するまで、それを知っていた人はいません。もちろん、ウォルト・ディズニーですら知り得なかった事実です。となると、可能性は二つです。わかりますか？一つは、ウォルトが1500年後のイエスの書いた山をコピーしたか。あるいは、2000年後のイエスがウォルトを操り人形として悪魔の山、つまり、ボルト・マウンテンを書いたかの、どちらかだということになります。広し林、浜松市、ジャパン。ここが
重要ですからもう一度画面を見ながら説明します。左の山が主体国史の中に表現されている山です。そして右下二人の人物に注意してください。これはですね、1たす1イコール1の手法でですね、二人の人物を合わせて一人の魔女、すなわちマリアであることを示しています。林浩司が証明しました。そして右がですね、ウォルトが代表作、ファンタジアの中で書いたボールズマンって、すなわち悪魔の山ということになります。この両者は全く同じということになります。ここが重要なポイントですから、皆さん自身で確認してください。全く同じです。となりますと、ウォルトは左の絵をコピーしたかということになりますけども、しかし、ウォルトはこの山を同じく悪魔の山として表現しています。となると、ここでおかしなことが起きるわけですね。受胎告知の中の山がですね、悪魔の山であると証明したのはこの林浩司であって、私以前には誰も知らなかったはずです。もちろん、ウォルト・ディズニーも知る由もなかったことですね。がなぜ、ウォルト・ディズニーはですね、この山を悪魔の山としたかということになります。なあち、悪魔の山であることを知っていたということになります。となりますと、ウォルト自身がですね、書いたのではなくて、もう一人その上の人物、すなわち、1500年後のイエスではなくて、2000年後のイエスによって指導され書かれた絵ということになります。もう一度繰り返します。左の受胎告知の山はですね、これは1500年後のイエスによって書かれた絵ということになります。そして同じく2000年後のイエスが右の絵を書いたということになります。共に同じ山で同じ悪魔の山ということになります。いよいよ本論ということになりますが、その前に一つ断っておきます。今ご覧になっている動画はですね、私がですね、つまりあの受胎告知の絵についてなんですけども、右に描かれているのが聖母マリアであると判断していたときに作った動画ですが、今回ですね、私はですね、一つの結論として、中央に描かれているその人物は大天使のガブリエルではなくてですね、魔女のストリックスであると判断しました。となると、その右に座っている女性は聖母マリアではなくて、ストリックスによって死の呪いをかけられたベタニアのマリアであると判断しました。つまりそのような判断をする前に作成した動画であるという点ことです。その点をどうかご留意の上、この動画をご覧になってください。Matthew chapter 1 verses 18 to 25. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, stories about Jesus and his mother Mary often appear in the New Testament. The word Mother Mary also appears, but all of the stories are based solely on Mary's testimony. Joseph, her husband, died shortly before Jesus returned from the wilderness training. In other words, all of the stories, including the story of the Annunciation by an angel, the story of Jesus' childhood, and all of other stories are based on the stories told by only one witness, Mary. In other words, there is no other witness except Mary who supports these stories. Simply, all of these stories are written down by the disciples who heard Mary's stories. I, Hiroshi Hayashi, repeat it again that all of these stories areBased solely on Mary's testimony. There is no other witness except Mary who supports these stories. I just wonder if Maria or Mary had told two stories. 新約聖書の中にはイエスと彼の母親のメアリー、つまりマリアの話がたびたび登場します。マダーメアリーという言葉も登場しますが、これらの話はすべてマリアの証言のみに基づいているということを忘れてはいけません。彼女の夫のジョセフ、つまりヨセフは、イエスが荒野の修行から帰ってくる直前に他界しています。
つまりイエスの受胎告知の話もイエスの子供時代の話もすべてたった一人の証言者、つまりマリアの話に基づいているということです。つまりこうした話を裏付ける証言者はマリアを除いて他に誰もいないということです。簡単に言えばこれらの話はすべてマリアの話を聞いた弟子たちが新約聖書として書き留めたということになります。繰り返します。これらの話はすべてマリアの証言のみに基づいているということです。マリアは本当に真実の話をしたのでしょうか。広志林浜松シティジャパン。ここで大変大きな矛盾が生まれてきます。この受胎告知の絵の中で表現されている向かって右側の人物はマリアだというわけですけども、マリアはイナンナです。イナンナイコールマリアです。それは定義です。神の定義です。となるとここにいるマリアが妊娠などするはずはないのです。で、まず次の動画をご覧になってください。レオナルド・ダ・ヴィンチ hid many secret messages in his own paintings. For example, the number 61 was hiddenupside down on the background of the picture of Saint Jerome. 61 stands for God in Jewish gematria. The character depicted here is generally considered to be Saint Jerome because it has a white lion below it. But it is God himself or a self-portrait of God, not Saint Jerome.Similarly, the number 51 was hidden in these pictures of Virgin of the Rocks, Mona Lisa, the Virgin and Child with St. Anne, and Madonna of the Pinks. 51 stands for the planet Mars in Jewish gematria. Then, I, Hiroshi Hayashi, have recognized thatThese pictures are somehow related to the planet Mars. For example, in the background of the paintings of both Mona Lisa and Young Mona Lisa or Isleworth Mona Lisa, you may see panoramic views of Mars, though the scene of Mars in Mona Lisa is upside down. They are accurately represented as in the photo.
In the same way, I decided that the background of the paintings of the Virgin and Child with St. Anne and Madonna of the Pinks also had Martian landscapes. So, when I looked it up, the scenery matched the views of the ice caps of Mars photographed by NASA on Mars. Together with these facts, I recognized that a strange building is hidden in the background of version of the rocks. But I suspect that this building is part of an underground base on Mars. Finally, the number 131 was hidden in the adoration of Maggie. After all, it is written in inverted letters. 131 stands for Inanna, according to Jewish gematria. Inanna is the ancient Sumerian goddess. So, in this way, Leonardo showed that the alleged Maria in the picture was Inanna. Both St. Jerome and the Adoration of Maggie are called unfinished masterpieces, but note that the numbers 61 and 131 in the two pictures are both written upside down in the same typeface. Thus, the painter Leonardo, who appeared in the Renaissance, left many important messages for us human beings of the future. In a series of videos here, it is my pleasure that I can explain what these numbers actually stand for. レオナルド・ダ・ヴィンチは彼自身の絵の中に多くの秘密の伝言を隠し込みました。例えば聖ジェロームの絵の背景には61という数字が逆さまに書かれていました。61はユダヤのゲマトリアでは神を意味します。一般には下に白抜きのライオンが書かれているため、ここに書かれている人物は聖ジェロームであると考えられていますが、聖ジェロームではありません。神自身です。神自身の自画像です。同じように岩窟の聖母モナリザ、聖アンと聖家族、カーネーションのマドンナの絵の中には51という数字が隠し込まれていました。51はユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。つまりこれらの絵は何らかの形で火星と関係があるということになります。例えばモナリザの絵の背景には火星の大地の様子が上下逆さまですが、写真のように正確に表現されています。同じように考えると聖アンと聖家族、カーネーションのマドンナの絵の背景にも火星の風景が描かれていると私は判断しました。で、調べてみるとその風景は NASA が火星で撮ってきた火星の氷冠の様子と一致しました。なお岩窟の聖母の背景には奇妙な建物が隠し込まれていますが、私はこの建物は火星にある地下基地の一部ではないかと考えています。最後に東方三博士の礼拝の絵の中には131という数字が隠し込まれていました。やはり逆さ文字で書かれています。131はユダヤのゲマトリアによればイナンナ、イナンナを意味します。古代シュメールの女神イナンナです。つまりこのような形でレオナルドはその絵の中に書かれているマリアと思われる人物はイナンナであることを示しました。なお聖ジェローム、東方三博士の礼拝も未完の大作と呼ばれていますが、これら2枚の絵の中に書かれている61と131は共に逆さ文字で書体が同じであることに注意してください。このようにルネサンスの時代に現れたレオナルド・ダ・ヴィンチという画家は私たち未来の人間に重要なメッセージを残しました。
一連の動画の中で私はこれらの数字が何を意味するか、それを順に説明していきます。広志林、浜松シティ、ジャパン。マリアイコールイナンナ、イナンナイコールマリアということで、最初の部分に戻ります。受胎告知のこの絵の中にはですね、つまり一般にマリアと言われている人物の足のところにはですね、三本指の魔女の足が描かれています。となるとこの足をどう理解したらよいかということなんですよね。つまりですね、中央にいる人物、一般にはガブリエルとかいろいろ言われてますけども、まあ、猛禽類の翼を持った、まあ、フクロウの翼を持った、まあ、魔女ということになるわけです。ローマ時代にはストリックスという魔女がいて、そして大変人々に恐れられていたそうです。それが中央に描かれているということですね。となるとこの右に描かれている人物は誰かということになるわけです。一般には、普通にはいわゆる聖母マリアであり、その聖母マリアが受胎告知を受けている絵というふうに理解されていますが、本当にそうでしょうか。となると、まあどう考えたらいいかということになるわけですよね。つまり一つはダヴィンチなる、まあ、ベロキオとダヴィンチなる画家がですね、この人物、右の人物を、まあ、マリアとして描き、そして三本指の魔女を描くことによって、つまりは聖母マリアの正体を明かしたということになるわけですけども、よく見るとですね、普通のって言いますか、他の聖母マリアの顔とここに描かれる人物の顔は違うという点です。そして大きな違いはですね、右の人物のお腹を見ていただきたいんですけども、お腹が大きいんですよね。つまり妊娠しているということになるわけです。で、私はですね、これも一つの騙し絵ではないかと考えるようになりました。中央に描かれているストリックスこそがですね、実はイナンナ・マリアであってですね、その右に描かれている、まあ、か弱い女性のような雰囲気で描かれている清楚なですね、どこか清純っぽい女性で描かれているその人物はベタニアのマリアではないかと考えているわけです。で、中央にいる、まあ、羽の生えたフクロウの羽を持った人物がリリト、すなわちイナンナということになるわけですよね。古来リリトイコール、例えばですね、バルガータ、ウルガータの聖書によればですね、リリトイコールラミアということになっています。またリリトもですね、最近はですね、多くの学者たちがリリトイコールイナンナというふうに理解しています。となるとですね、中央に描かれている人物こそが、つまりはイナンナ・マリアということになってですね、右に書かれている人物は、まあ、ベタニアのマリアであると、私はそのように判断するようになりました。今のところまだ仮説ということになりますけども、となると三本指の足は何を意味するかということなんですけども、考えるだに恐ろしいことですけども、中央のイナンナ・マリア、ストリックス、つまり魔女はですね、右のベタニアのマリアに呪いをかけている様子を描いたものではないかというふうに考えています。またそのように考えると、この絵の持つ意味が理解できるのではないでしょうか。もう一度確認して終わります。左の人物こそがイナンナ・マリアであり、そして右の人物に呪いをかけているというわけですね。その呪いをかけられた女性は誰かというと、まあ、妊娠していますから、つまりはシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアということになるのではないでしょうか。まあ、これがですね、この動画の一応の結論ということにします。最後にもう一度、この私がベタニアのマリアと考え始めているこの人物の足を見ていただきたいんですけども、まさに魔女の足を持ち始めている、つまりこのような形でですね、中央の人物イナンナ・マリアが右のベタニアのマリアに呪いをかけているというふうにも解釈できるということです。一応今のところは仮説ということにしておきますが、つまりシャマーシュイエスには
ベタニアのマリアという妻がいて、そしてシャマーシュイエスはですね、十字架にかけられ処刑される前にすでにイナンナマリアたちによって殺されていたという事実をですね、この絵の上に重ね合わせて考えてみるとですね、そういう解釈もある、その可能性も高いということになるのではないでしょうか。ここではその可能性という言い方で終わりましたが、最初の画像に戻ってみます。これがダヴィンチとベロッキオの合作と言われている受胎告知の絵ですね。この丸い部分に三本指の、まあ、つまりは誰かが描かれているということになりますが、当然この足はですね、向かって右側の人物の足ということになります。三本指です。つまりこの段階ですでに右のベタニアのマリアは呪いをかけられていたということになるわけです。左がストリックスです。相手獲物をですね、じーっと凝視して相手を呪い殺す、あるいは死の呪いをかける、あるいは人間を食べていた魔女ストリックスということになるわけですけども、まあ、そうこうしてですね、まあ、餌を凝視して、つまりは相手を呪い殺すということになるわけです。そして中央にはですね、どういうわけかウォルト・ディズニーがですね、この山と全く同じ山を描いて悪魔の山としたということなんですね。でもう一度このストリックスを見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類、つまりフクロウの翼であるということですね。つまりこのような形でダヴィンチはですね、左にストリックスを描いたということになるわけです。となると右のベタニアのマリアはそのストリックスによって呪いをかけられたということになります。その呪いがかけられたということを象徴的に意味しているのが、絨毯の下から覗いている三本指の足ということになります。で、その証拠はいくつかあります。その証拠をこれから皆さんにご覧いただきます。続く動画も古いもので、この動画の中の、つまりラファエロが描いた三本指の女性について、私は聖母マリアの足であると判断しましたが、実はそうではなくて呪いをかけられたベタニアのマリアの足というふうに考えてください。 Small childrenBut it is also known to attack lone travelers who venture too far into the wilderness. Raffaello Santio painted Maria as Shrix together with Leonardo da Vinci in his painting The Annunciation. ラミアと並んでストリックスもまたギリシャ及びローマの民話の中ではヴァンパイア的な魔女でした。特に幼児や子供を好んで食べていましたが、時に荒野を一人で旅する孤独な人を襲って食べたとも言われています。ダヴィンチは受胎告知の中でマリアはそのストリックスであったということを表現しましたが、ラファエロ・サンチオもまた自分の絵画の中でマリアはストリックスであったということを表現していました。広瀬林、浜松市、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、マリアの下にあるものがカーペットなのか台なのかというところです。で、マリアの赤い衣服の垂れ具合からしてですね、これはカーペットであると判断しました。一見すると台のようにも見えますが、カーペットです。そのカーペットの下からはマリアの三本指の足が覗いています。注意深くご覧ください。このフクロウの置物の下ですね。その下に三本指の
足が見えています。レオナルド・ダ・ヴィンチなる1500年後のイエス・キリストの操り芸術家はですね、このような形でマリアは魔女であることを示しました。三本指の足です。by 林博士の発見です。これが足ですね。一見すると四本のようにも見えますが、私は三本指の足と判断しました。下が同じくレオナルド・ダ・ヴィンチが表現した解剖図ですけども、一般にはこれは熊の足と言われていますけども、熊の足ではありません。で、もう一度この絵を見ていただきたいんですけども、この足がこのように出ていると、私はそのように判断しました。まあ、隠し絵、騙し絵の手法ですね。まあ、このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエス・キリストは、マリアは魔女であることを示しました。つまり、マリアは、ストリックスであることを示しました。で、ストリックスというのは、まあ、フクロウということになるわけですね。で、この人もですね、どうも足がおかしいということで、まあ、紹介しましたけども、はっきりしません。で、この中央にいる天使を見ていただきたいんですけども、この手がやはりおかしいんですよね。まあ、このような形で、まあ、中世の絵画の中にはですね、まあ、人間ではないような人間が描かれているということです。で、この主体告知の絵も例外ではありません。やはり、このカーペットの下からは足が覗いています。そして、この置物に注意してください。この置物も、まあ、奇妙ですよね。ということで、ラファエロの話につなげていきます。ラファエロ・サンチオもまた三本指の、まあ、奇妙な人物を描いています。これがその絵です。この絵の中には三本指の人物が描かれています。ラファエロ・サンチオはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子ということになります。で、そのラファエロ・サンチオの描いたこの部分に、絵のこの部分に注意してください。足が描かれています。この足もやはり三本指で、そしてその先に爪があるのがわかります。まあ、ここがですね、今日のポイントですから、注意深くご覧ください。三本指ですね。で、この指について検証してみます。これがラファエロの描いた三本指の足です。で、先ほど紹介しました、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中に描かれている三本指の足と比較してみてください。大変よく似ているのがわかります。この絨毯の下、置物の下ですね。ここにその指が描かれています。で、こうして並べてみるとですね、まあ、大変よく似ているということになります。まあ、それも当然ですよね。ラファエロも、レオナルド・ダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、皆、1500年後のイエス・キリストの、つまりは、操り人形でした。まあ、1500年後のイエス・キリストは、こうした操り人形芸術家を通して、自分の、まあ、アイデンティティ、並びにアジェンダを私たち人間に示したということになります。下はですね、以前はリリトと言われていましたけども、一般説ではイシュタールに落ち着いています。そのイシュタールもですね、やはり三本指である点に注意してください。まあ、魔女中の魔女ということになるわけですね。で、三本指です。で、この三本指と大変よく似ているという点に注意してください。すなわち、このような形で、ラファエロ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチを通して、マリアは魔女であることを示したということになります。左が、イナンナ・イシュタールということになります。右が、受胎告知の絵ですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、自分の姿勢を鮮明に
まあ私たち人間に示したということになります。で、この置物に注意していただきたいんですけども、袋のようですね。そして左の絵に注意してください。これは袋でも耳がありません。耳のない袋です。耳のない袋、すなわちストリックスということになります。まあ、ローマ時代には、まあ、魔女のいわゆるまあ象徴的な動物として表現されていました。耳房のない袋、つまりストリックスということになります。その袋、ストリックスと置物は酷似しています。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれている、まあ、人物はですね、ストリックスであることを示しました。そのストリックスについて簡単におさらいしておきたいと思います。先ほども言いましたように、まあ、ヴァンパイアなんですね。特に、まあ、子供や幼児を好んで食べたということです。ストリックスとラミアは二大化け物のことであり、まあ、魔女を意味すると。そして、ストリックスはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子供を好むと。また荒野に入り込んだ孤独な旅人を好んで食べたとあります。シカゴユニバーシティのホームページです。で、ここが重要ですけども、ダヴィンチは1たす1の手法でこの2人を合わせてストリックスであることを示しています。まあ、この赤い丸で囲んだ部分ですね。これは猛禽類の翼です。そして右下に3本指の足が描かれています。1たす1は1。1ですね。つまりこの2人を通してマリアはストリックスであることを示しました。岩窟の聖母の中ではですね、1たす1を通してラミアであることを示しました。つまり、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの画家を通してですね、1500年後のイエスは、まあ、マリアはストリックスであり、ラミアであることを示したということになります。まあ、今日は、その、ラミア説については、割愛させていただきます。ともかくも、主体国史の中で、二人合わせて一人の、魔女、すなわち、ストリックスであることを示したということになります。では、この足の人物は誰かということになります。これも、この、まあ、人物も、果たしてということになりますけども、ラファエロはその証拠をこの絵の中に残しました。この足の人物は、この左から二人目の人物の足ということになります。左右の人には二本ずつ足があります。つまりこの赤枠で囲った人の足ということになります。ここが今日の結論部分ということになりますから注意深くご覧ください。この三本指の足の人物は、この人物の足ということになります。そしてこの手を見てください。マラヌスの手です。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついています。中指と薬指がくっついています。同じ手をミケランジェロなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスは、ピエタ像の中で表現しています。このマリアの手に注意してください。マリアの手に注意してください。左右反転してみました。やはり中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。マラノの手です。つまり、左のピエタ像のこの手はマリアの手ですから、右のラファエロの描いたこの人物もマリアということになるのです。この人物はマリアということになります。つまり、ラファエロも、まあラファエロというよりもですね、1500年後のイエス・キリストはラファエロという画家を通して、まあこの人物がマリアであることを示しました。もともと、それら芸術家の上に立つ1500年後のイエス・キリストの作品ですから、このようにアジェンダが一致していたとしても、何らおかしくないということになります。もう一度、以前作りました動画を皆さんに確認のためにご覧いただきます。これは、K
997号で発表した動画です。ここにある置物は何かということですね。まあ、一見すると、まあ、フクロウのように見えますが、よく見ると、やはりフクロウのように見えます。まあ、フクロウなんですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれているのはフクロウなんだよということを示しました。そしてその置物の下にですね、三本指の足が覗いています。フクロウと魔女とは大変仲が良かったようですね。ハリーポッターの中でもフクロウがあちこちに出てきます。ともかくもフクロウですよね。で、左のこの、まあ、いわゆる天使と言われている人の背中を見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類の翼です。まあ、いわゆるまあ肉食性の動物、まあ、鳥のですね、翼ということになります。まあ、その代表格が言うまでもなく、フクロウということになります。翼をしっかりと見てください。フクロウですね。まあ、猛禽類の中でも、フクロウの羽そのものであるということです。つまり、まあ、ここでも一つの隠し絵ということになるわけですけども、ここに描かれているのは、ストリックスであることを示しています。で、ローマ人はフクロウをストリックスと呼んだ、魔女を意味したということです。そして相手をじーっと凝視する目を持つ目の女神としても知られていました。ですからこの左の天使の目は相手をじーっと睨んでますね。じーっと睨んでいる点に注意してください。つまり、受胎告知の中に描かれている人物は、1たす1イコール1の原則で、つまり、ストリックスであることを示していました。で、この動画を制作したときはですね、ラファエロ・サンチオが書いた三本指の女性は、聖母マリアであると判断しました。が、その後ですね、今日に至るまでにですね、実はそうではなくて、ここに描かれている女性ですよね、左から2番目の女性ですけども、足を消去法で消していくとですね、この女性の足は今まるで囲んだその足を持った女性ということになるわけです。で、その足を見るとですね、3本指になっているのがわかります。で、この女性は誰かということなんですけども、シグナムマラーノの手、中指と薬指をくっつけているというところからですね、ミケランジェロが書いた、まあ、彫刻した、サンペトロの、ピエタ像の人物と一致するということでですね、まあ、聖母マリアであると判断したわけですけども、そうではなくて、この女性はですね、つまりはベタニアのマリアということになると今は判断しています。つまり呪いをかけられたストリックスによって死の呪いをかけられたベタニアのマリアということになるわけです。こうして受胎告知の絵にまつわる謎を解いたということになりますが、最後に一つだけ謎が残ります。それが今言いましたミケランジェロが彫刻したと言われているピエタ像です。そのピエタ像のいわゆるベタニアのマリアには足があります。今話してきましたことを総合するとですね、ミケランジェロは当然ベタニアのマリアはストリックスによってですね、呪いをかけられたということを知っていたはずです。だったらミケランジェロはベタニアのマリアの足は彫刻しなかったということになりますが、そのピエタ像には足があります。注意深くご覧ください。が、これは足ではありませんでした。つまり騙し彫刻ということになりますが、一見するとこの人物の足に見えますが、足ではありません。足ではありません。注意深くご覧ください。一見すると指が5本ある足のように
見えますが、してはありません。その証拠の一つとして手の大きさと比較してみてください。手の大きさに比較して下のですね、赤い丸の足はあまりにも小さすぎます。バランスが取れていません。でさらに拡大してみるとですね、これは足ではなく何か別の置物あるいは台ということになります。つまりミケランジェロ自身もこの女性、つまりベタニアのマリアはですね、呪いをかけられて三本指の女性にさせられたということをこのような形で表現したということになります。以上を総合すると、つまりは受胎告知の絵は一般に言われているような受胎告知という生優しい絵ではなくて、実は魔女ストリックスによって死の呪いをかけられたベタニアのマリアということになります。で、結論ということになります。映画、魔女はいっぱいです。原作者はロワルド・ダールと言われていますが、アメリカ、世界においても大ベストセラーとなった本です。で、その中に表現されているといいますか、一般にはハロウィン魔女の特徴として7つの特徴が書かれています。でその中でも6番目、 They have no toes、 魔女には足の指がないですね。でこの事実をですね、ここで紹介しました動画に重ね合わせてみるとですね、ミケランジオ・バラヌティはあのサン・ピエトロのペーター像のマリアの足をですね、その魔女の特徴に沿って正確に表現しているということになるということなんですね。で私はですね、あまりにもその足が小さいことゆえに、そして足の指がですね明確に表現されていないことによってですね、それは足ではなくて何かの置物の台、何かありましてね、その台の足ではないかと判断していましたが、今回ですね、ロワルド・ダール原作の The Witches、 つまり魔女がいっぱいの映画を見てですね、そうではなくて、ひょっとしたらひょっとしてと言いますか、ロワルド・ダールはですね、自分の映画を通してと言いますか、作品を通してですね、つまりは魔女の特徴を正確に表現していた、イコールミケランジェロ・バラヌティの彫刻したと言われているペーター像のマリアの足はですね、その魔女の特徴に沿って正確に表現しているということになるのかもしれません。つまりここで訂正ということになるのかもしれませんけども、ペーター像のマリアの足は何かの置物の台の足を、つまりはですね、騙し彫刻として表現したものだと、先に判断したわけですけども、そうではなくてミケランジェロ自身もですね、そうした魔女の特徴をですね熟知していて、そしてそれをですねベタニアのマリアの足として表現したということになるのかもしれませんが、謎が残ります。なぜミケランジェロはそれをしていたのか、
ロアルド・ダールはなぜそれを知っていたのかということですね。後の判断は皆さんにお任せします。